まずマハトマ・ガンディの言葉で、人というものは時として理想の自分になってしまうものですという言葉があります。なってしまうというところがちょっと深いんですけれども、要は良くも悪くも理想の自分になれるんですよということなんですね。で、まあ、悪い部分に、していくんですけれども、悪い理想の自分というのもありました。要は過去の経験から、所詮自分はこのようなものだとか、これぐらいのことしか自分はできないというふうに、自分が過去に設定した自分が今現在の自分なんですね。で、それを設定してしまったがために、それが体の病気となって症状として現れることがある。だけど本来であれば、それはあくまでも過去のものであって、今のものではないんですけれども、先ほども出てましたけれども、人間の 99% とか言われている潜在意識の中で、過去の記憶というのがあるんですが、それと同時に必ず感情というのも結びついているんです。だから過去の記憶と似たようなものが今現在起きることによって、その時の感情が一緒に引き起こされるんですね。それに対して我々が反応しているだけなんですけれども、どうしてもそれが足を引っ張ってしまう。だけど大事なのは、その感情を感じきってしまえば、それはスッと消えていくものなんですけど、なかなかそれは人はできないということになります。だからとにかくその感情を受け入れてあげる、受け止めてあげるということが大事になってきます。これを許しという言い方をしているんですけれども、まあ、許すことによって、その感情を受け入れることによって、やっと今を生きること、生きやすくなるということになります。実は人生で、生きるということで、その途中で生じる課題というのは、実は生まれる前に設定してきたものであると。で、自分が設定したものと考えると、よほど自分に厳しい人じゃないかというと、自分がクリアできる、できない課題を設定するほど自分に厳しい人はいないと思うんですね。だから本来であれば必ず、クリアできる課題なんですけれども、それができないというふうにこの世に生まれてきた時点で思い込んでしまうと。だからその思い込み、過去の自分が設定した自己限定というんですけれども、それを書き換えるということが、非常に大事になってきます。で、書き換えていくことによって、今を生きることができるようになっていく。で、そうすると今生きることに全力をこう尽くすことができるので、そうすることによって今がどういう自分であるかということを選択することが未来につながるんですね。だから実は作家の神が言ってるんですけれども、現在を全力で生きるのが未来への最高の贈り物という言葉があります。彼の言う通り、今の自分がどう生きるのか、どういう気分でいたいのか、どんな風な自分でいたいのかということを選択することによって、自分が望むべき未来に進むことができるということになります。そのためにはやはり自分を受け止めて、まず心を緩める、同時に体を緩めるということが、これから先、本来の本当の自分自身で、生きるということができる、そのために、必要なことというふうに言えると思います。以上です。ありがとうございます。